では奥田さんのご経歴と詳しい事業内容の方を教えてください。はい、私は、ね、17歳の時からアルバイトで介護施設の方で働かせていただいておりまして、それからまあ11年ぐらいですね、ずっと介護の仕事をしてるんですけども、まあ、専門学校の時にバンドとかいろいろ遊んだりもしましたけども、結局まあやっぱり介護が好きで介護の方に戻ってきて、今は自分で事業をしているような訪問介護事業をしております。事業計画も簡単にご説明していいですか。はい、ケアマネージャーとか相談員が障害を持った方とか高齢者の方のプランを作って、でこのプランに沿ってでサービス提供できる事業者を探さなきゃいけない。で、それを全部アナログで電話して空いてますかっていうのを確認取ってるような状態なんですよ。でそれを少ない人数でやってるので、その人たちが仕事がきついって言って辞めちゃうのも結構問題になってるので、インターネットでこの事業者さんはこういうヘルパーがいて、このヘルパーがここからこの時間は行けますよっていうのが分かれば、その人たちの負担がかなり減る。そうすることによってヘルパー事業所も助かるし、そういう相談支援事業所とかケアマネの事業所も助かるしっていうような形で、まあ、全部が幸せになるような形で事業を考えてます。はい、高齢者施設のみですか。高齢者と障害者両方行けます。はい、バンドしてたら今披露していただいて瞳を閉じて君を描くよ、それだけでいい。今回その僕が考えているものは、その時間が見つかった後に事業所選定をしなきゃいけないんですね。それをいわゆる美容院の予約サイトのように、このスタイリストさんが何時から何時空いてますっていう風に、となると一言で言うと、予約を取ったりとか、そういうサイトだってことですか。そうです。いうことですか。はい、はい、近いです。奥田さんが儲かる売り上げって最初の1回だけっていうことですか。で毎月請求かけるっていうような形ですね。はい、懸念されるまあ、はい、ハードルというか、どこでつまずく可能性があると思いますか。お金の管理、毎月うちが紹介して、そのサイトを使って紹介に当たった事業所さんから、何パーの事務手数料ですよって請求をかける。それを全部うちが紹介した案件になると一件一件全部処理しなきゃいけないので、その事務作業の、まあ、いわゆる業務量がさばききれるかなという不安点はすごくあります。それはそんな大した問題じゃない。事業所を探したい人が、はい、そのサイトを使ってくれるかどうかに関してはどう思いますか。100% は難しいと思うんですけど、はい、売上計画の中でもだいたいシェア率 20% ぐらいで計算してます。じゃあもう5人に1人はこのサイトを使って事業先を探す、はい、数字のシミュレーションでいうと、はい、なんか どんな数目標にしてます。60事業所ですね。で、それに対してケアマネ事業所とか、相談の事業所が、100件ぐらいなので、それに対して20件、だから大体まずそれである程度売上が出てくるだろうっていうふうな、これぐらいの売上が出るだろうっていう判断ですね。すいません、数字の話ばっかりです。はい、3ヶ月目10万円の売上が立ってるじゃないですか。はい、これは、初めての売上だと思うんですけど、はい、この時って、どういう、何人紹介してる。なるほど。ですね、30万円から50万円ぐらいの案件といいますか、お客様を紹介することで、大体3万から5、6万っていう形で、まあ、売り上げが立ってくるので、まず2人、そういった、30万から50万円ぐらいの案件をまず2人紹介すれば出るっていう形ですね。下がるときってどういうときですか。なくなったときです、お客様が。あ、はい、それ以外はあります。ほぼないと思います。事業先を変更するとか、うちを抜いて紹介関係ができちゃった時とか、そこですね。では最終決断に入ってまいりたいと思います。菅本社長どうぞ。100万だけなんですけど、はい、はい、僕も100万円で、はい、僕も100万でお願いします。はい、僕も100万円だけ。はい、僕は事前に彼と打ち合わせを2回ぐらいしたんですけども、めちゃくちゃ暑かったんですよ。なんで今日この暑さがここで出てないんだろう。出していいですか。成功してほしいんですよ、このビジネス。はい、で思いは正直伝わりませんでした。はい、まあ、本当はすごい熱い気持ちを持ってたと、まあ、その言葉を信じてみようかなと。だから絶対に成功させましょう。はい、はい、